千歳市民夏祭りは、北海道千歳市で、毎年7月中旬から8月中旬の約1、ヶ月間行われる各種イベントの総称である。1975年に、商店街の夏祭りや盆踊りが開催されたのを機に、始まった。千歳市民夏祭りは、インディアン水車通り商店街夏祭りや新川通り、祭り、新橋通り商店街夏祭り、 西木町商店街祭り、中野橋通り商店街夏祭り、乳酸道土商店街夏祭り、北新、新富郷堂夏祭りの中心市街地の各商店街の夏祭りや市民盆踊りと市民農業盆踊り大会、東千歳中東地盆踊り大会、スカイビアンドヨサコイ祭の盆踊りを中心とした踊りを行う祭り、苫小牧民放社が主催する千歳民放市民、 農業花火大会と北海道新聞社が主催する、同心花火大会の2つの花火大会、千歳基地航空祭や北部台夏祭りという多くの祭りを含む、総称である。自衛隊の基地の町らしく、千歳基地航空祭や北部台夏祭り、東千歳中トンチ地盆踊り大会が含まれている。各商店街の夏祭りなどが含まれるため、野菜市や、 フリーマーケットなどの販売系のイベントから、納涼ビールパーティーや、早飲み大会、模擬店などの飲食系イベント、も、ちまきやお菓子巻きなどの振る舞い系のイベント、カラオケ大会や、子供エレクトーン演奏会、アマチュアバンドの演奏会などの市民による音楽イベントなども含まれている。ABCDEF、イベント多彩中心商店街祭り、千歳民放。 ABCDEFGHIJ 第38回千歳市民夏祭り7月14日開幕千歳民報。千歳市民夏祭り40回の節目小学対校長縄跳びで19日開幕イベント20以上北海道新聞 http://www.hokk-aid-o-np.co.jp:/news:/supporoslash551526.html ありがとうございます。